22,677円25銭となっています。この番組は南部総裁の提供でお送りします。こんにちは。増水した川に車が流され家族3人の行方が分からなくなっている岐阜市の川で昨日車1台が見つかり、現在警察と消防が関連を調べています。昨日車が発見された鹿児川では捜索隊が集まり、これから車の掘り起こし作業が行われます。今回の豪雨では岐阜市湯布院町湯の平に住む家族4人が川に流され、このうち渡辺俊美さん81歳が遺体で発見。自由な姿勢で、楽な姿勢でね、やってみてください。はい、では息を吸ってください。3、はい、1、2、3、4、はい、吐いて、5、6、7、8、はい、じゃあもう一回やります。3、はい、1、2、3、4、はい、吐いて、2、3、4、5、6、7、8、はい、いいですね。今日1曲目は、まず海を歌ってみたいと思うんですけど、久しぶりにひらがなの海ですね。これ歌声に載っていないのでプリントの1曲目にあります。プリント皆さんありましたね。はい、ひらがなの海、皆さんよくご存知の海を開ける広いの大きいなですね。はい、3番までゆっくり歌ってみたいと思います。Thank you.
というの名の、あなたを訪ね。